こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。今日は部屋の掃除した。部屋の掃除したんだ。とママと久しぶりに長電話しました。あ、お鍋食べたよ。お鍋食べました。結局もう急いでお鍋作りました。でももう夜遅いかな。おうどんとかは入れんかったけど、お鍋作りましたね。お鍋作った。そう、白菜とかさ、今日白菜入れたんだけどね、なんかさ、めっちゃさ、最初切った時はさ、めっちゃたくさん入れてる、切った感あるじゃんでもさ、煮込んじゃったらさ、お鍋で煮込んじゃったらさ、めっちゃさ、ヒューってなっちゃうよね。全然ないじゃんってなるよね具材めっちゃちっちゃくなっちゃう。だから白菜追加しました。そう、なんか4分の1カットみたいになってるやつ、丸々のやつ買ったら大きいから、そう、4分の1みたいな、もともとカットしてあるやつ買いました。何味だったっけ。今日はパイタンかな。ゆいに明日学校あるから寝ます。じいちゃんも明日も学校頑張る。ありがとう。 ありがとうじいちゃん。明日も頑張るなんて。いってらっしゃい、頑張ってね。おやすみ白菜高いの。そう、なんか4分の1の値段しか分からんからさ、その丸々の値段が分かんなかった。そうなの、高いんか今。今日はパイタンにしました。そう、てかね、いちごがね安くなってたんですよ今日。だからいちごも買いました。いちご安くなってたら絶対買っちゃうんだよね本当に。みさみさポチャッコ多めね。本当に1位すごい、びっくりした。ポチャックがだってさ、去年なんか4位とかだったじゃないですか。だからびっくり、ポチャック1位、びっくりしました。そんなにさ、周りにもさ、ポチャック好きな人たくさんいないんよ。サッチーぐらいしか知らんから、ポチャック好きなの。だからなんか意外な気分でした。意外、そう、嬉しいんだけど、え、ポチャック1位なのって感じ。ゲーム煮込んで細くなりたい。いや本当にね、ゲーム煮込んで細くなりたいサウナみたいな、サウナとか岩盤浴とか でもシナモンめっちゃ人気なんよね。もうディズニー関連のね投稿をしたかったの。だってディズニーの映画の続編が見たいみたいな話してたから。だけどね、言うんですけど、その動画をね載せたくって。でもしたらなんかディズニーのなんかパーク内の映像はなんかダメって言われちゃって、だから結局全然関係ないね清水寺のね動画を載せたんですよ。マジ関係ない清水寺全然関係なさすぎて。シリさん、木曜日の公演見に行きます。え、ありがとう、本当に嬉しい、めっちゃ楽しみ、待ってるねありがとう。リエのペンライト振ってね
楽しみ。公演久しぶりにやる気がする。僕隊をめっちゃ、そうディズニー厳しいのは厳しい、厳しいのはさ分かるんけどさ、ディズニーがダメだから清水寺の動画っていう、いやあれ自分で撮ったやつなんですけどそう清水寺なんで清水寺なんて自分でも思いました。確かに京都もね、確かに京都も京都で夢の国ぐらいね楽しいんだけど全然関係なすすぎてね本当に自分でもなんかね何あげてるんだろうって思った。あとなんだっけ、今日投稿したねなんかゴンちゃんの新作のやつがあったんだけど、なんかまるまるね、多分誰がやってるのか分かんないんだけど、なんかまるまる D のね運をねパクってね写真も勝手になんか使ってるね人がいてねそうびっくりした。なんか出てきたんよ普通にその人の投稿が。ちなんかその人のコメント欄も、えインプレゾンビってさ何あれ、その中に人がいるの？それは人がいるんですか、それとも何これなんか勝手に AI がやってるの、なんか分かんないんだけどあれさ何で、それともなんか外国人とかなんですか中身は、誰がやってるのあれって。そうそうバズってる証拠本当に、じゃあやったなんかなあ、ちゃんと人がやってるんだあれは。そうなの、なんか AI がやってるんかと思ってました。でもなんかインプレッションが今さなんか収入になるんでしょ、まあ、自分たちはなんないけどさ、なんか世では世ではとか言っちゃった、なんか収入になるみたいなやつは見ましたね。そうなんだ、あれ人がやってるんですね。ああなるほど、あそうなんだ、デイジが世界に見つかるっていやいや絶対おかしいからでもそうそう、でもびっくりした、おいパクリやんって、パクリやんは思ってないけどね、思ってないけどあ同じ投稿してる人いるって思って。でもなんかあれだね、自分の文がパクられるのは別に全然いいけどさ、なんか写真まで使われるとちょっと抵抗あるよね。コンチェが今日のバズる投稿、そうハッシュタグつき忘れちゃったのだから多分後付けする気がします、すいません本当に。全くのつぶやきも変えない時代やばえみんなお金入ってきてるんですか X やってる方たちは、すごくない、みんなも X で稼ぎながらオタ活をできるんですか。他の人さん、あの収益は国によっては年収に匹敵することもあるとか、マジで本当にやばすぎですねそれは。そんなに X で生活できるんですね。アルフォートさん、 TikTok は契約したらお金入るけど X はしやん、いや TikTok もお金入るんだ、 TikTok こそさ無料なイメージだったんだけど。マトロさん、床の服は全部しまえたかって、服はしまったんですよ、服はしまいはしたんだけどね、ただ洗濯しないといけなくって、でも今日お昼夕方3時ぐらいから始めたから、から洗濯は干すのがまだできんから明日の朝干します。
さん稼ぎたいね、夢あるね、やばい夢あるね、だって夢ありますね そうね、インプレゾンビっておもろいね、誰が考えたんやろ、そんな。明日は洗濯日和らしい。あ、本当に夕方からレッスンだと思ってたのにさ。ウィングの神さん、タワー1本で数百円ってきた、誰が言ってたんそんなこといけるそんなTikTok で一番の稼いだ動画再生数は233万回。え、すごくない？233万回ってめっちゃすごい。リンコさんリンコさんかい。やばい、今日テザリングし忘れた気がする、配信始まる前に。ちょっとこれはよろしくない。テザリング、そうなん、有名なんや面白い、それを言うのはなかなか強いですねあ、みんな結構知ってるんですね、詳しい皆さんに SNS で PR 案件したら怒られますね、それは怒られちゃいます。勝手にあるのは多分 NG ですね。そう、しみさらさんとカラオケ行こうって話したんだよね、早くカラオケ行きたいんですけど。リウム TikTok やりたいな。TikTok さ、高校生の時とかもやってなかったんだよね、全然見る線だった。あの時もそう、インスタとかめっちゃ好きだったからやってたんだけど、 TikTok やったことないんだよね。ちょっとやってみたいです。しみさらさん、そうね、歌ね、しみさらさんとさカラオケ行ったらさ、なんかどんな感じなんだろう、もう上手すぎてさ、楽しめるかな多分リエなんかやってみたいことがあって、あのカラオケのあれでやってみたいですよね、カラオケルーム、ちゃんと部屋で歌うやつでやりたいですね。幽体離脱もしたらあるし、なんかここに入ってない曲が結構ちゃんとカラオケの方に入ってたりするじゃないですか。それでもやってみたいです。最近して始めた先輩多いね、めっちゃ多いですよね、一気に7人とか始まりまして、羨ましい。インスタ、あ、インスタやりたい、本当にインスタ大好きだから、インスタやりたい、ストーリーあげたい、投稿したいう
そう、カラオケで、カラオケのお店でさ、配信してみたいんですよね。だからいつかやります。これもいつかやろうと思います。STの TikTok で何々もらえんのかな、なんやろ。 TikTok 苦手なんよね。だって苦手、どういうこと？苦手とかあるん？そうなんだ。どんなところが苦手なん？研究生でもカラオケ屋さんでやっていいの？だって、ダメなん？でもやってると、やって大丈夫だと思う。やってる子いたし、ゆいにゃんとか、まあイベント中やってたから多分大丈夫だと思います。リコチさんのストーリーがおもろすぎる。いや、本当にね。でもめっちゃ見てる先輩のストーリー楽しいです、見てて。そう、めっちゃ見ちゃうんですよね。先輩のストーリーってかインスタ結構見がちな気がする、私。メンバーとファンが思う以上にユニ出してない写真あるような。うん、本当にそうです。ユニ出してない写真がほとんどな気がする。結構そんな感じだと、ユニ出してない写真が、ユニ出してない写真が7割、ユニ出してる写真が3割って感じですね。見るためのアカウントあるんよね。うん、普通に見てるようはありますね。アイメイク変えましたか？変えてない。だけどメイクしてないんですよ。なんか最近すっぴんでショールーム多いかも。なんかそんな気がした。コミタンさん、ハートありがとう。デサイサートさん、ハートありがとう。キヨさん、ハートありがとう。セグン、お疲れ、ありがとう。ヤスさん、ハートありがとう。はちいこさん、たくさんありがとうございます。ピカピカもありがとう。川本さん、ピカピカありがとう。くまりぽさん、ペンライトありがとう。みやしぎゃきさん、ピカピカありがとう。そう、お蔵入りしてる画像が、そうなんですよ。出してない写真がね、本当に結構あるんですよ。だから最近はそう、出してない写真を割と送りがちですね、メールに。久々ピカピカありがとう。ハートありがとう。やせいさん、結婚して、いや、部屋片付けちゃったんで、もう自分で片付けちゃったんで大丈夫です。ゆうゆうゆうさん、ピカピカありがとう。いっちさん、ピカピカありがとう。くまりぽぽさん、ピカピカありがとう。そう、目力、あの、まつぱしてるから、今まつげが上がってる状態だから、いい感じです。そう、なんかね、それで、清水寺のね、投稿あったじゃないですか。で、その話をね、メールでしたかったの。本当はディズニーの動画あげたかったんだけど、ディズニーはダメらしくって、だから清水寺の写真、動画にしたんだっていう、全然関係ない、インプレゾンビみたいやんディエみたいなね、メールを送ろうとしたんですよ。そしたら、なんかそれも、その、ちゃんとディズニーって言ってないですよ。夢の国って言ったんですよ。夢の国って言ったら、なんか割と OK だったんだけど。でもなんかそれも、止められちゃった。検閲に引っかかっちゃったらしくって。そう、だからこの話はショールームでしようと思って今日。またメールで。それを送ろうとしてた。
そう、なんかね、なんかルールを言うのがダメらしくって、なんか D が今まで引っかかった時だとメールって10時までしか送れないルールだから、じゃあ例えばね、ちょっと待って、なんて言えばいいんだろう、なんかあれなんですよ。で、今まで高校生だったから朝ね8時以降は使えなかったんですよ。だからそういう感じのことを、学校だから8時以降使えないの、学生だから8時以降使えないのみたいなね、ことをメールに書いたら、それは検閲に引っかかっちゃうんですよ。そういうなんかルールを書いちゃうと引っかかっちゃうらしくって。だって今日のだったら、理由は夢の国が NG らしくってってメールに送ったんですよ。で、その夢の国 NG っていうそのルールを言ってしまったから、検閲に引っかかったっぽいです。今日のは説明することでルール ルールバランスして、だってどうせみんな知ってるでしょ。もうリエよりもファン歴 STU だけじゃないかもだけ、アイドルファン歴長いから皆さん知ってるんだと思ってた だからいっかって思って そんな感じでございます。今日の夢の国、それディズニーって言ったら絶対ルール引っかかっちゃうから、だから夢の国って言ったんですけど、そういう問題じゃなかったです。今日はのはあかんくても言うのはセーフか。いや確かに、どうなのそれって どうなの、ダメなもんはダメよね。言うにしろ書くにしろダメなもんはダメだけど、確かに どうなんですかねこれは マッツさん、おししかかたんかけじくありがとうございます、イエーイ おししかかたんありがとう 今日もお疲れ様です。そう、シシカタン掛け軸かわいい。なんか D のおばあちゃん家にもさ、掛け軸あったんだよね。何の掛け軸か、なんて書いてあるのかよく分かんないけど、掛け軸があるんです、おばあちゃん家にも。パルシアム X で普通に夢の国っぽい写真あげてますが、いやなんかね、そう、なんか D も夢の国の写真はあげてるじゃないですか。多分でも写真も本当はちょっと厳しいらしい。だから D がこの前に夢の国のね、する可能性あるよって言われたけど、それもその写真あげた時はもう凍結した後だったんですけど、凍結するかもって言われたけど、でもその日はミニーちゃんの日だったんですよ。だからどうしてもディズニーの写真をあげたかったの。私ディズニー好きだって言ってるし、いや絶対にあげたかったの、その日は。ディズニーに行った投稿をね、絶対したくって。だから「凍結するかも」って言われたけど、いやでも大丈夫ですって言って ミニーちゃんの 投稿をしました。そう、だからディズニーは結構危ない、厳しいのですよ。そう、カチューシャつけてたやつあげてた、普通に。そうで、昨日パーク内の最後の花火の動画あげようとしたんだけど、なんかそれはダメでした。普通に何がダメなんだろう。でもパーク内の写真は NG ですって。まあでもそんなに、まあ、めっちゃディズニーにこだわりたかったわけじゃないから、まあ昨日は特にあんま気にせず、
んー、じゃあまあ清水寺でいっかって思って清水寺なんかちょっといい感じの風景の場所とかにしたかったんですよ。その結果選ばれたのは清水寺でした。清水寺、そう清水寺ね、ディズニーの代わりに清水寺が使われました。そう、でもあの動画好きなんよね、リエは。あの動画私は好きなんですけど、だから清水寺めっちゃ良かったのね、もう一回行きたい。まあ夜しかも結構駆け込みぐらい、ディズニーと清水寺高低差やばい本当に。確かにね、そうだ、高低差どっちがみたいな、なんかどっちもどっち、なんか私的にはもうディズニーと清水寺はもう対局って感じ、本当に対局のものって感じですね。卒業したら好きなだけあげる、それは間違いないです。ちなみにハクナーデルさんはディズニー余裕よね、なぜかシティは厳しい。え、思った、なんか普通に上がってるくない？まあ、シティは慎重だっていうことで、そういうことにしておきましょう。嵐山ね、嵐山修学旅行で行ったっけ。いや行ったわ。え、行ったっけ。え、みさみさ、平手ゆきちゃんのディズニー投稿みんな好き。わかる、リエめっちゃ好きなんだけど、え、本当にさ、もうめっちゃ疑問なんだけど、なんであんなにディズニー行けるんだろうってめっちゃ思う。やっぱあっちに住んでるっていうのでかいんですかね。本当にもうめっちゃディズニーの投稿してるよね。まあめっちゃ好きなんですけど、可愛いし、本当に可愛いし、強くリエも見ちゃうんですけど、それな、思う。でもなんかなんであのディズニー行けるん、すごいんだけど、やっぱ住んでる場所の違い。でも絶対忙しいじゃないですか、でもディズニーよく行ってるイメージ。ユニバね、ユニバいつ行ったら最後、修学旅行か。でもなんかユニバ派じゃなくてディズニー派なんですけど、でもなんかなんだっけ、ユニバの新しいカチューシャみたいな、なんか今クロミちゃんのなんかライブみたいなのがやってるらしくって、なんかそれ見てなんかめっちゃ行きたいと思ってユニバに。そう、あと新しいカチューシャみたいなやつ見たんだけど、何のカチューシャだったのかな、スヌーピーのやつなのかな、なんかめっちゃ可愛くってユニバ行きたいと思った。そう、クロミちゃんのなんかやってるらしい、可愛かった、めっちゃクロミちゃんのライブ。最初さピューロランドかなって思ったらユニバって書いてあったから、ユニバは何回行ったの、2回ぐらいしか行ってないと思います。1回家族で行って、でその後修学旅行で行ってぐらいですね。シティ入ってからは行ってない、ユニバ近いけど、あんま実況系得意じゃないからユニバあんまり行かんのよね。そう、でもクロミちゃんのやつ行きたい。まあ、さん結婚して、いやーちょっとユーナのアバターの人とは結婚はできないですね。
だよ。で、舞浜行ったらもうディズニー行くしかないって思っちゃうもん。でも本当にね、なんかディズニーの C は本当に景色が綺麗じゃないですか。で、夜行くのがいいと思うの。夜、 C の夜はめっちゃ好きなんよね。だからウィークナイトでやっぱり C に行ってソアリンに乗って帰ってきたいなと。待って、なんか足怪我してるんだけど、いつ怪我したんだろう。よいしょ。てかなんか黄色い、足の裏黄色い。肝臓悪いんだ、リエ。足の裏黄色い人は肝臓が悪いらしい、ママが言った。でも最近さ、あんまりなんかスパンコールのカチューシャばっかりなイメージ。そろそろスパンコール以外のカチューシャ被りたいか。海は瀬戸内海でつながってるから本当。じゃあディズニーシーンのさ、海さ泳いだらさ瀬戸内海たどり着く。ディズニーシーでもなんか今日出てきた、ディズニーシーの海はなんか水深 1.6 メートルぐらいしかなくって、なんかプールと同じようなあの水らしくって、でも深さをあるように見せるためにわざとなんか濁らせてるみたいな投稿出てきました。1.6 メートルしかないらしい。結構でも言うてさ 1.6 メートルだってさ、リエが溺れたら顔出ないよ。まあ、足はつくけど顔は出ない。そう、足も手も黄色かったら肝臓が悪いんです。マッサージしよう。杉も確かにあるね。なるだよね、みかん食べ過ぎたら。いちごならギリ顔が出るぐらいがちょっとってなんか想像したらめっちゃシュールじゃない。とりあえず叶うは沈むでしょって考えて、やばいね、なんか面白いんだけど。みんなが使って、いちごって何センチだっけ、166ぐらいでしたっけ。だからディエたちがさ、ディエたちがってディエとかヒーちゃんヒーターあたりがまあこの辺は出るかなぐらいじゃん。この辺から出るかなぐらいでさ、いちごはなんだろうね、いちごは目ぐらい出るんかな、わからないけど。あすみさん、あすみさんもかなが沈むんだったらあすみさんも沈んじゃうよ。あすみさん沈んじゃうから誰か助けて。167、いちご167、いちご結構高いね。面白い。でも結構な人が沈んじゃうと思います。沈んじゃうってかもう溺れてしまうと思います。ねえ、だって160センチ以上ある人そんなにいなくない。そんなにいなくないか。でも小さい人の方が多いイメージだから割とみんな沈んじゃう。
水面にイチゴの絵で首だけ出てくる、それやばいよね、想像したらめっちゃシュールだから本当に。でカナダのカナダの頭の上に泡が出てるよ、ブクブクブクってやばすぎ、めっちゃおもろいんだけど、やってほしいわ面白い本当に。三期ね、確かに三期高い子よく言われる。そうです、確かに三期はもう160超えてる子結構半分ぐらいを超えてる気がする。ゆうなん、かすみん、ひーちゃん、りえ、そんな感じだね。あ、やばい、もうあと5分だって、あと5分で日没終わっちゃう。新しいアニメが始まっててさ、ちょっとワクワクしてますよ。なんか怪獣8号ってアニメ始まったんだけど、めっちゃ前に漫画買ってたんだけど漫画読んでないんだよね。今読んどけばよかったって、買うだけで漫画読んでなかった。そう、怪獣8号ね、あとウィンドブレーカー。怪獣8号さ、そうなんかブルーロックの漫画が流行ったぐらいの時期に怪獣8号の漫画も一緒に買ったんですよ、リエ。だけど漫画買ったくせに読んでなくて、読まないでめっちゃ時が過ぎてついにアニメが始まってた。そう、なんか今期のアニメ、前期のアニメか、そう、でも全部マッシュルとフリーレンと何見たっけ、もう一つ、あ、薬屋の人言と見ましたね、全部割と全部面白いです。買って読まないのはあるあるかも、本当に。そう、怪獣8号面白いです、面白い。まだね1話しかアニメやってなかったけど面白かったです。今ウィンドブレーカーもちょうど見始めました。見持ってた気がするんだよね。とみちさん、マッシュルフリーで漫画大人買いした、うわ、いいなさすがやな、大人はさすがやな、いいですね、贅沢です、本当に大人っていいないいね、そういうのやってみたい、大人買いしてみたいです。ゲーム大人買いしてみたい。フリーレンめっちゃ好きなんで、なんかフリーレン割と私は結構感動する、感動しんみりする。マッシュルは面白いですね。ニキビできたんだよね、ここに、痛い、ちょっとよいしょ。じゃあそうそう、ダンジョン見ますね。それでは13位、トウモロコさんありがとう。12位、ジェナカムさんありがとう。11位シュージーさんありがとう。10位イッチーさんありがとう。9位ミサミさんありがとう。8位ハチリコさんありがとう。7位ヨシケンクさんありがとう。6位ピオさんありがとう。5位ルカヤモトさんありがとう。4位タカヤオさんありがとう。3位クマネパパさんありがとう。2位ルパーさんありがとう。そして1位はマッツさんでした。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。最初 TikTok 載せたっけ、見てね、おやすみ、あ、見るね、ありがとう、教えてくれて、見に行きます、おやすみなさい、ありがとう。またね、おやすみ、バイバイ。絶対早い気がする。バイバーイ、またねー、おやすみー。